劉津ツ東シヒ共闘集団当時、局主席兼 CEO、チャンス小宿先士出身、中国人民大学社会学系卒業、中国民主建国会会員。1998年、北京市中間村で共闘講師を設立。2004年、中国ネットショップ最大手の一つである、共闘商状の前身の共闘田中立毛を設立し、E コマース分野に進出。 2014年にはナスダックに上場した。2016年現在、共闘症状は中国有数の e コマース企業であり、グループ全体で12万人の従業員を有している。2009年、上海保東区の中央国際交渉学院に入学、交渉管理修士、日本経済新聞電子版、https www. 日経 .com アーティクル、 薬住むぞ3489兆7470億309万2018。イフレーレーレー。2018年9月3日閲覧。リュークヤンドーング。ホーブス。2018年9月12日閲覧。中国、共闘集団 CEO、米で、犯罪的性行為容疑で一時拘束。2018年9月3日閲覧。ありがとうございます。